ティモシー、ティム・コリンズは、アメリカ合衆国マサチューセッツ州ウースター出身のプロ野球選手。左投げ左だ。MLB のコロラドロッキーズ参加所属。身長は、高賞5フィート7インチで、2012年のメジャーリーグで最も背が低い投手であった。実際の身長は5フィート5インチ程度だとも言われている。2014年現在、メジャーリーグで、 ヒューストンアストロズのホセ・アルトゥーベに次ぐ2番目に身長が低い選手である。ウースターテクニカル高等学校時代の最終学年には1試合平均16個の脱三振を記録し、地区大会の決勝ではノーヒットノーランも達成したが低身長が嫌われ、2007年の MLB ドラフトではどの球団からも指名されなかった。高校卒業後は NCWA ディビジョン1の大学からも声がかからず、コミュニティカレッジオブロードアイランドへ進学することが決まったが、同年夏、トロントブルージェイズの JP リッチアーディ GM が他の選手の視察に訪れていた試合で4イニングを投げたコリンズは、打者12人をすべて三振に打ち取る回答を見せた。これがリッチアーディの目に留まり、コリンズはアマチュアフリーエージェントとして念願のプロ入りを果たした。 契約金はわずか1万ドルであった。プロ入り後はすべて、リリーフとして登板している。A 級、ランシング時代のコリンズ2008年は、A 級、ランシングラグナッツで39試合に登板して、防御率1.58を記録した。2009年は、A 級ダニーデンブルージェイズで40試合に、登板して、防御率2.37という成績を残し、 シーズン終盤には19歳での AA 級昇格を果たした。2010年は AA 級ニューハンプシャーフィッシャーキャッツで防御率2.51、脱三振率は驚異の15.28を記録した。2010年7月14日にユネル、エスコバー、ジョジョレーエスとのトレードでアレックス・ゴンザレス、タイラー・パストル・ニッキーと共にアトランタ・ブレーブスへ移籍した。 AAQ ミシシッピブレイブスで6試合に登板した。2010年7月31日に、リック・アン・キール、カイル・ファー・アンズワースとの交換要員の一人として、カンザスしてロイヤルズへ移籍した。ロイヤルズ移籍後は、トリプル AQ オマハロイヤルズで15試合に登板し、防御率1.33という成績を残した。2011年は開幕ロースターに入り、 開幕戦のロサンゼルス・エンゼルス戦でメジャー初登板。貴重な左の中継ぎとしてフル回転し、ルーキーながら68試合に登板した。カンザスシティロイヤルズ時代2012年は72試合に登板。前年よりも支給率が低下し、脱三振率は12を超えた。2013年開幕前の2月27日に、 第3回 WBC のアメリカが州国代表に選出されたことが発表され代表入りしている。シーズンでは66試合に登板して3勝6敗、防御率3.54、52奪三振を記録した。2014年1月16日にロイヤルズと1年契約を結んだ。4月7日に左肘の故障で15日間の故障者リスト入りした。 2015年5月11日にトミー・ジョン手術を受け、1試合も登板することなくシーズンを終了した。オフに147万5000ドルの1年契約を結んだ。2016年もメジャーマイナーともに投げる機会はなかった。オフの11月18日に FA となった。2016年12月13日にワシントン・ナショナルズとマイナー契約を結び、 2017年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2017年はマイナーで3年ぶりに公式戦登板を果たした。参加のルーキー級、ガルフコーストリーグナショナルズ、A 級ポトマックナショナルズ、A 級ハリスバーグセネターズでプレイし、3球団合計で18試合に登板して1勝2敗、防御率7.79、23奪三振を記録した。 オフの11月6日に FA となったが12月29日にマイナー契約で再契約した。2018年は開幕を AAA 級シラキュースチーフスで迎え5月21日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。7月4日に DF となり同日中にマイナー契約で AAA 級シラキュースへ配属された。 8月14日に再びメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。この年は38試合に登板して防御率4.37、21奪三振を記録した。オフの10月29日に FA となった。2019年2月6日にミネソタツインズとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになったが、 3月24日にシカゴカブスとメジャー契約を結んだ。6月20日にリーフとなり、22日にマイナー契約で参加の AAA 級アイオアカブスへ配属された。7月23日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。7月26日にリーフとなり、27日にマイナー契約で AAA 級アイオアへ配属された。 7月30日に FA となった。2019年8月4日にシンシナティレッツとマイナー契約を結び、参加のトリブル A 級ルイビルバッツへ配属された。11月4日に FA となった。2020年1月9日にコロラドロッキーズとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。非常に小柄な体格ながら、 変速的なオーバースローから常時92から94マイルパーアワー、最速97マイルパーアワーのフォーシームと切れ味、鋭いカーブ、パームボールの握りで、チェンジアップなどを繰り出し、三振の山を築く。マイナーでの脱三振率は13.3という高い数値を残している。マイナー時代はコントロールも良いとされていたが、メジャー昇格後は良し急率が上昇している。 東急スタイルが似ていることからフィラデルフィアフィリーズなどでクローザーとして活躍したミッチ・ウィリアムズと比較する声もある。ありがとうございます。